究極の TPU チューブ、ディスク専用、世界最軽量、俺たちの中華がまたやりやがった。はい、どうもこんにちは、笹野林業でございます。ロードバイク歴は10年以上、趣味でですね、サイクリングとかロードのカスタムバラカン、そんなことをねやってます。今回なんですけど、皆様使ってますか TPU チューブ。国内メーカーも代理店になって安価なやつが発売されるくらいの大流行。ブチルチューブと同じ価格で最大で 100g 以上も軽量化、そして何より普段使いだって問題ない。そうきたらもうその勢いは止まらないということで、そのグラウンドゼロ TPU チューブの爆心地中国、もうそれは烏合のタケノコのごとく、あらゆる製品が発売されてます。もう追いつけないよおじさんは。で、そのリーダー的ブランドといったらこちら、ライドナウ。リムブレーキ対応としては世界最軽量となる 24g 版。スーパーライドをレビューしたのは約4ヶ月前。結果として通常運用わずか1ヶ月でその命は絶たれてしまいましたが、原因としては低圧と高圧を繰り返すことによるバルブの付け根の劣化。 TPU は一度伸ばしたら元に戻りにくい素材なので、過度な状態変化は NG。 空気圧についてはなるべく一定に保つのが長期運用の鍵ってことで、ズボラさんには不向きなやつでした。まあ僕のことなんですけど、もう 36g の通常版でいいやという結論に達したんですが、ここに来て買わなければならない新作が発売されました。それがこいつだ。世界最軽量、なんと 19g のライドナウ、ディスク専用です。そう、僕がこのディスクロードをバラカンしてる最中に、なんと発売されたのがこいつ、 19g のライドナウ TPU チューブ。こいつの登場以前はチューボリートの S チューボというディスク専用の TPU チューブが 23g で世界最軽量でしたが、なんとそいつを 4g も下回るすんげえやつを出しやがった。マジでこの会社の世界最軽量への執着はリスペクト。しかしこいつがなんでディスク専用かというと、リムブレーキの場合はブレーキ熱がチューブに伝わりやすく、リム内の温度変化が結構激しい。それゆえ TPU へのダメージも凄まじく、薄々だとすぐにパンクしちゃう。その反面ディスクではローターこそブレーキ熱が伝わりやすいですが、リム内の温度変化はそこまで。なのでチューブを極限まで薄くできるということ。ライドナウからすればリムブレーキ向け世界最軽量は 24g のスーパーライト、そしてディスク向け世界最軽量はこの 19g。 まさにダブルタイトルを獲得したことになりますね。いや、すげえ。ではこの 19g 版のライドナウの特徴を紹介、合わせて現在運用中の 36g 通常版との比較もやりましょう。ライドナウ 19g 版の正式名称はレースフォーミュラ、まさにレース向けのこいつですが、箱の外観はこういったプラスチックパッケージ、こちらにディスクオンリーとデカデカと書いてありますね。バルブ長は45、65、85の3パターンありまして、今回購入したのは 45mm 版、重量は 18.88g、 なんと交渉値を下回ってきやがった。これはすげえ。そして気になる価格は約1400円。ちょっと高いと思いましたよね。実はこの製品、同梱しているパックの中にはパンク用の専用パッチが2枚付いています。なのでちょっとお高い。だけど元世界最軽量の S チューブは約5000円だぜ。そう考えると安すぎ。では 36g 通常版との違い、まず目につくのがこのバルブの色。 19g は黒ではなく透明、素材を変えて 1g でも軽くしてるんですね。そしてこのチューブ、もう触ってわかる、 19g は薄い、まあ、感覚としては半分くらい、まあ重量通りですかね。あとはバルブコア一体型なのは変わりなく、バルブの接触音防止シールも同様、製品表示のプリントも継続されてますね。これはグッドという感じですかね。バルブの付け根のサポートも特段通常版と変わりなしという感じです。それでは早速この 19g レースフォーミュラをディスクロードに取り付けて、その走りを体感していきましょう。もう1年弱 TPU を使ってきた身、こいつに変えたら違いがわかるはず。少
少し空気を入れるとはめやすいですね。でここからがですね、めちゃくちゃ薄々なんで噛み込みに超注意しなければいけません。いつも以上に慎重さが求められますね。タイヤに滑り込ませるようにゆっくりと入れていきます。バルブのところからタイヤをゆっくりとはめていって、噛み込みだけは避けたい。ヤスカルのデューロタイヤは一度はめるとかなりビードがゆるゆるになるんで、はめやすいですね。よし、はまりましたね。噛み込まないように全体を確認して揉みほぐします。それでは最後に空気を入れて、とりあえず前輪完成。同様に後輪もやりましょう。走り出しが軽快。 200g 未満のデューロスティンガー HR25C と相まってこいつはいける。走行音もこれチューブ入ってないんじゃないのくらいな乾いた音というか、もうチューブレス不要なんじゃね。 19g とかシーラントより軽量だろ。マジで革命。この走行感を体感できるなら週1空気入れのズボラ運用ではなく3日に1回の定期的な空気圧チェックをやったるでって感じで走行完了。このメンテでこの性能ならちょっと頑張ればできますよね。ズボラ運用を脱却する良いチャンスでした。いかがでしたでしょうか。世界最軽量のチューブを使えるメリット、ディスクの恩恵、ここに極まれり。てか軽すぎなんですよ。ディスクロードってホイールがローターによって重たくなるのがデメリットっていうのは周知の事実なので、タイヤとチューブを軽量化、もしくはチューブレスで運用するっていうのが軽量化の王道。今回のこのチューブを最軽量にできるっていうのはまさに最高。そしてヤスカルのデューロ、これと相まって足回りが最適化。しかし TPU の元に戻りにくいという特性は避けられない事実なので、空気圧をなるべく一定に保って TPU への負担を最低限にしてあげる、これは当面の課題。初利用から1週間くらい経ちましたが特段問題なし。3日間で空気圧は約1バル低下しましたが、この程度ならそこまでの状態変化はナッシングなので運用できる。ちょっと気を抜けばパンクして運用終了のリスクはあるんですが、とりあえずこれから頑張ってみたいと思います。運用方法以外の欠点があればこちらの動画で紹介したいですからね。レース用とはいえとりあえず軽くてかっちょいい走行音も相まって非常に満足です。運用はかなりめんどくさいですが、もしご興味があればぜひトライしてみてください。今回は以上です。笹野林業はですね、皆様のロードバイクライフを少しでもサポートできるようにこれからもエールトな動画を配信していきたいと思います。それではまたの動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。